どうもこんにちは、恵比寿さん丸さんです。本日は光インストゥルメンツのゲートシーケンサーを紹介します。ゲートシーケンサーはトグルスイッチ式の8ステップゲートシーケンサーです。 6HP とスリムで奥行き 27mm なのでどんなケースにも適合します。シンプルな構成でありながらセルフパッチングや複数台の組み合わせによってさまざまなアイデアを実現できます。この動画では基本的な使い方の説明といくつかのパッチングアイデアを紹介します。クロックイン端子に 5V 以上のクロックソースを入力することでシーケンスが走行します。ゲートアウト端子からは各ステップのゲートスイッチがオンになったタイミングで 10V のゲートを出力します。まずは VCA 付きオシレーターモジュールのトリガーイン端子にパッチングしてみましょう。このようにスイッチを右に倒したステップでゲートがオンになり、オシレーターが発音されます。また、ドラムモジュールのトリガーインにパッチングした場合でも同様の挙動となります。ポーズ端子に 2.3V 以上のゲートが入力されると、ステップの走行が止まります。リセット端子に 2.3V 以上のゲートが入力されると、ステップが1に戻ります。ステップゲートアウト端子からは、シーケンス1がそのステップにある間、5V のゲートを出力します。スイッチの状態を問わず、パッチケーブルが刺されていれば無条件でゲートを出力します。任意のステップゲートアウト端子をリセットにセルフパッチングすると、最大ステップ数を変更できます。同じ光インストゥルメンツから発売されているアテネーターミキサーと組み合わせると CV シーケンサーとしても使えます。このように各ステップゲートアウト端子をアテネーターミキサーのインプット端子につないでから、ボリュームフェーダーを動かすことで CV 量が減衰され、最大7ステップの CV シーケンスを作れます。ここからはゲートシーケンサーを複数台使ったパッチングのアイデアを紹介します。1台目の任意のステップゲートアウトと2台目のクロックインをつなぎます。そして2台目のステップゲートアウトでそれぞれ異なるリズムやオシレーターをトリガーします。このパッチングはテクノなどの音楽ジャンルでありがちな数周オセットごとに1回だけ特定のサウンドを鳴らす手段として有効です。このように
アイデア次第で多彩な使い方を楽しめる光インストゥルメンツのゲートシーケンサー、皆さんもぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。